ジウォーレン・ケリガンは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督である。本名ジョージ・ウォーレン・ケリガン。ジャック・ウォーレン・ケリガンと表記することもある。1879年7月25日、アメリカ合衆国のケンタッキー州、ルイビルに生まれる。11年年長の姉は、女優のキャスリーン・ケリガンである。1910年、イリノイ州シカゴのエッサネーフィルムマニュファクチャリング。 カンパニーに入社、同年2月2日に公開された短編映画 A ボイスフロムザファイ h e プレイス』に出演したのが最古の出演記録である。同年、アメリカンフィルムマニファクチャリングカンパニーに移籍している。1913年にはユニバーサルフィルムマニファクチャリングカンパニーに移籍、参加のビクター映画が量産する短編映画に多く主演する。1914年から、 ベイラ・シソンとの共演による主演作テレンス・オルウーク・モノが開始する。1915年、自らが主演する短編映画ザ・ウィドウズ・シークレットを監督し、映画監督としてもデビューしたが、翌1916年に同様の主演短編愛の曲を監督し、同2作をもって監督業からは撤退した。 同年にユニバーサル傘下に設立されたブルーバード映画が制作した映画運命悪魔の子夏の思い出社会の族人の力に主演いずれも日本でも公開された1917年にはアメリカンフィルムマニファクチャリングカンパニーに戻り1920年には映画界を一旦退いた1923年滅場社に主演し 再び主演俳優としてカムバックを果たすが、1924年には映画界を退いた。最後まで主演を守り、サイレント映画にしか出演しなかった。1947年6月9日、カリフォルニア州オレンジ郡、ニューポートビーチバルボアビーチで肺炎のため死去した。満67歳没。同州グレンデールにあるホレストローンメモリアルパークに眠る。 特筆以外すべて出演作である。1910年から1913年の期間に250作に出演しているが、主な作品以外を割愛した。A マンズマン。ありがとうございます。